皆さんこんにちは。ドッグマッサージセラピストの須崎恵里です。皆さんは保養という言葉を聞いたことがありますか？字のごとく、歩く様、歩く様子なんですけれども、人間というのは2本の足を交互に前に出すだけの非常に単純な動きをしますけれども、四つ足の動物というのは非常に複雑な、足の運び方が何十種類もあるんですね。その中で今日は、知っておくと犬の疲れや、痛みのヒントになる歩養を、紹介したいと思います。それが側対歩、ペースと呼ばれる歩養です。犬の体の同じ側の前足と後ろ足が同時につく 1-2-1-2 という2拍子の歩養です。ペースは背中や後ろ足をそれほど使わなくてもいいので、省エネモードの歩き方と言えます。なのでたくさん遊んだ後ですね、疲れてきた時にペースになることがよく見られます。以前別の動画で、トロットと呼ばれる車体歩という歩養が背骨のストレッチや強化になって体幹も鍛えられるので、犬の体に良いという、紹介をしたんですけれども、それと真逆に、値するのが側対歩、ペースになります。ただレトリーバーや、ラブラドール、イングリッシュブルドッグなどの犬種はですね、ペースが、標準とされていますので、それほど、心配しなくても大丈夫です。あと足がすごく長くて、胴がそれほど長くない、例えばイタリアングレイハウンドのような、犬ですと、前足と後ろ足の衝突を防ぐために、割と自然にペースになることが多いように思います。あと股関節に、痛みがあるシニア犬などは、ペースなことが多いです。それ以外のワンちゃんは歩くスピードが少し落ちてきて、歩養がペースに変わったら、もう疲れたという、状態かもしれませんので、散歩や遊びを、切り上げる良い目安になるかと思います。反対に家を出た時からもすでにペースをしていて、その後、歩養がずっと変わらないことが続く場合はですね、もしかすると、疲れが回復していないとか、もしくはどこかに痛みがある可能性がありますので、注意して観察してみてあげてください。以上、疲れや痛みのヒントになる歩養、側対歩、ペースの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた来週。